ペルムキの両生類、エリオプスの肩体が肩体は、脊椎動物の前足の基部となる、死体である。胸体、前死体、上死体とも呼ばれる。肩体を構成する骨は、以下の通りである。ここで挙げた骨は特定の動物群にしか現れない、ものや、進化の過程で消滅したりするものが含まれており、これらすべてを同時に持つ、脊椎動物はいない。マサコツ以外は、 左右体である。このうち肩甲骨、上肩甲骨、前右甲骨、右甲骨は内骨格性骨格であり、上鎖骨、上上鎖骨、鎖骨、マサ骨は革骨性骨格である。魚類にはここで挙げた、以外の革骨を肩体成分として持つことがある。腰帯が内骨格性骨格のみからなるのに対し、肩体は革骨性骨格を含み、 かつその初期には革骨性骨格が優勢であったことが特徴である。しかし進化のどの段階においても自由主との関節は内骨格性骨格が司る。また、全右宙骨と右宙骨は研究者によっては双方とも右宙骨であり、右宙骨要素の全部と後部と解釈されていることもある。哺乳類が持つ宇骨と相当なのはその場合の後半部であるので、 ここでは、前半部を前右甲骨と呼ぶ系を採用しているが、競技の右甲骨を持たない鳥類、爬虫類などにおいても、ここでいう前右甲骨を指して、右甲骨であるとしている文献もあるので、混同しないように注意が必要である。魚類と初期の両生類では、肩甲骨と右甲骨に相当する骨は、肩甲右甲骨という単一の骨を成している。ただしこの単一骨は、肩甲骨のみと相当であり、 魚類において、健康骨と呼ばれているのは、その機能からの命名でしかないという考えもある。その場合、原子量生類が持っているのは、肩甲骨であり、右甲骨はまだ現れていないとされる。また、後に、肩甲骨と右甲骨が二次的に融合した場合にも、健康右甲骨という語が使用される場合があるが、哺乳類の場合は単に肩甲骨と呼び、 肩康甲,甲骨とは呼ばれないのが普通である。死体の主な役割は、四肢と体幹とを結びつけることにあり、腰帯の腸骨は進化の早い段階で線部肋骨を介して、脊椎と固着している。しかし肩体の場合、腸骨と同じく背部要素である、肩甲骨が体幹骨格との関節面を形成する例は少ない。陸上を移動するという機能において、前死と 後足はほぼ同時に進化したが、その基部となる死体においては、腰帯がまだほとんど形を成していない頃すでに肩体はその後の後生骨がわかる状態にまで進化していた。上に例示した後生骨の登場と退場順は、上上鎖骨は巨類から両生類になる際に消失し、両生類段階で前右甲骨と真鎖骨が現れ、 爬虫類段階で上鎖骨が消失するとともに、右甲骨が現れている。もう一方の死体である腰帯が進化の過程の中で、基本的にそのこう骨を現じていないのに対し、肩体では発達した、肩体を持ちながらも、そのこう骨が肩甲骨一種だけとなった動物群も多い。軟骨魚類は、甲骨成分が退化しているので、皮骨成分はすべて消失しており、 肩体は内骨格性骨格に由来する左右が腹側で融合した U 字型の軟骨からなる。獅子動物の肩体と直接の関係があるのは甲骨魚類の肩体である。甲骨魚類の肩体は、エラ列の後炎に沿って後頭部から下方に伸びる皮骨の帯と、それに内側から接続する内骨格性骨格の肩甲甲骨からなる。皮骨性骨格は、 下から鎖骨、上鎖骨から、死子種動物にはない上上鎖骨を経て、頭蓋の後ろ側頭骨に接続する。すなわち肩体の革骨成分は、革骨製頭蓋骨後円部が分離したものと捉えても、穴がち間違いではない。他の肩体成分として、五上鎖骨、アノクリースラム、エクストラクリースラムなどを持つ場合があるが、上上鎖骨と同じく、それらは、 獅子動物には存在しない。引き返るの肩体1、上肩甲骨2、肩甲骨3、鎖骨4、前右甲骨魚類から両生類への進化で、肩体に起こった、最も重要なことは、上上鎖骨が消失したことにより、肩体が完全に頭蓋から切り離されたことである。これにより、全種は自由度が増し、さらに頸部が生まれる要因にもなった。初期の化石両生類では、 魚類が持っていた多くの革骨性型体が消失し、内骨格性型体が主要な成分となってくる。残存した革骨性骨格である上鎖骨。鎖骨は、肩甲,甲骨の前縁を感情に縁取るだけであるが、左右鎖骨の間には新しい革骨性型体成分であるマサ骨が登場する。イクチオステガなどでは内骨格性型体成分は、 肩甲右甲骨だけであるが、しばらくして分け、骨中心が二つになり、それぞれ肩甲骨と前う甲骨となる。原生の両生類では発達した肩体を持つのは、無び目のみである。無び目の肩体は、上肩甲骨、肩甲骨、前う甲骨、上鎖骨、鎖骨からなる。上肩甲骨は、かなりの部分が軟骨であり下骨の程度は種によって、様々である。 指便目の肩体は下骨の度合いが低く、肩甲骨以外すべて軟骨となっている。無足目の仲間は肩体が体化消失している。すべての指便目と一部の無比目では肩体が腹足で接する部分で着物の襟のように左右が重なり合う。アズマヒ引きエるの例では左が背側になる傾向が強いが、この傾向は種によって差がある。 噛みつきガメの型対一、肩法二、肩甲骨三、右甲骨爬虫類になると、前右甲骨の後方に、新たな下骨中心が現れ、それが右甲骨となった。さらにほとんどの進化系列で上鎖骨は、耐火傾向を示し、最終的に消失する。主流類の系統がない骨格性型体として、肩甲骨と前右甲骨が基本となるのに対し、 単育未類の系統では、全宇宙骨が退化していき、肩甲骨と宇宙骨が内骨格性型体の主要な構成要素となっていく。原生の爬虫類で言うと、肩甲骨、全宇宙骨、鎖骨、マ鎖骨が、型体の基本的な構成骨である。ただし、主流類は鎖骨も退化の傾向を示すので、ワニ類には鎖骨はない。また、 ヘビ類の肩体は完全に消失している。さらに、カメ類の鎖骨、真鎖骨は復興を形成する前骨盤、内骨盤と融合しており、一説によると、肺甲の前端にある腸骨盤は上上鎖骨に由来するとも言われている。爬虫類だけでなく全ての脊椎動物の中で最も得意な死体を持っているのはカメ類である。通常の脊椎動物の肩体が、 アばラ骨の外側にあるのに対し、カメ類の肩体は、肋骨の内側にある。このような配置を持つ動物は他には存在しない。発生初期には、他の生物と同様肋骨の外側にある肩甲骨と全羽甲骨は、発生途中で最前部のアばラ骨の前方を迂回して、胸郭の内側に移動する。ごいサギの肩体1、肩甲骨2、全羽甲骨3、鎖骨4。 胸骨後、上腕骨基本的な構成は、爬虫類の主流類と同じである。ただし左右の鎖骨は融合して、V 字、または Y 字型となっており、また骨、または通る重い骨という名で呼ばれることがある。肩甲骨は薄く細長くなって伸長し、脊椎と概ね平行になっている。前後甲骨も棒状に伸長するが、肩甲骨とは異なり強く頑丈になっている。 これは巨大な胸骨に喫死し、上腕骨に至る巨大な飛翔筋が収縮する際の過重に耐えるためであると考えられている。同様に飛翔筋が発達している、爬虫類の翼流でもやはり全甲骨が発達して、胸郭を保持しているが、同じく飛翔動物である、哺乳類の翼種目では、胸郭が潰れないようにする役割は、大型化した鎖骨が担っている。 上実のように、主流類には鎖骨が退化する傾向があり、蝶類がこのように明らかな鎖骨を持つことは、鎖骨が耐火消失したと考えられていた、獣脚類が蝶類の祖先であるという説に対する反論の重要な部分を指していた。その後、獣脚類においても鎖骨が消失していないものが発見されたことから、蝶類の獣脚類祖先説が一気に 多くの指示を勝ち取っていった。人の肩体、単弓類の万流類段階で持っていた、肩体構成骨は、肩甲骨、前無甲骨、右甲骨、上鎖骨、鎖骨、正骨の6種であった。しかし、そこから、獣弓類を経て哺乳類に進化した際に失った、骨は上鎖骨のみである。単甲類の,のは肩甲骨、前無甲骨、右甲骨、 鎖骨、サ骨の五種の骨からなる肩体を保持している。現在の人を含む魔獣類が持っている肩体、後生骨は肩甲骨、鎖骨の二種にまで減少しており、炭項類の肩体が原始的であるという言われ方をするのはそのためである。その後の進化の中で、サ骨と前右甲骨は消失し、右甲骨は肩甲骨と融合して、右甲突起と呼ばれる部位になった。 右向突起とは、人ではその名の通り取りの口しのように鍵型に曲がった突起であり、むしろ右向骨という名称が右向突起に由来している。それとほぼ時を同じくして、それまでの肩甲骨の前縁から、さらに前方に筋の付着面が形成され、その新しい付着面をトゲ状化、それまで前縁だった部分を肩甲トゲ、それまでの筋付着面を トゲシタカと呼ぶようになった。最終的には、魔獣類の肩体の内骨格性成分は、肩甲骨のみとなっている。一方、皮骨性骨格成分として最後に残ったのは、鎖骨である。鎖骨は上腕を様々な方向に回転させる、樹状性の動物ではよく発達しているが、夕日詰め類、食肉類などをはじめとした多くの群で消失している。これは、走行。 跳躍など前足の前後への運動が主となる場合には、肩甲骨炎異部の自由度を大きくしておいた方が良い、ためであろうと解釈されている。ありがとうございます。